アクロスモール新鎌ヶ谷は、千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2丁目にある、大和ハウスグループの大和情報サービスが運営する、ショッピングモールである。モール自体は3階建てで、3階部分に、屋内駐車場、屋上及び地上に、屋外駐車場がある。北総鉄道、新京成電鉄の線路を挟んだ向かい側には、イオン鎌ヶ谷ショッピングセンターがある。ファッション、ファッション&、 グッズ、リビンググッズ、グルメ、ヘルスビューティー、ホビーキャラクターと6つのカテゴリーに分けられた店舗構成で、1階はファッション系と食料品関連、ドラッグストア等のデイリーニーズ系が中心。また、2階には遊び系ショップ、飲食店等が入る。金融機関としては、三井住友銀行鎌ヶ谷支店が入居している。これにより、鎌ヶ谷市東初富にあった。 同銀行の店舗は無人化され ATM のみとなった。100円で1ポイントが貯まる独自のポイントカードであるハートワンカードを発行している。ただし入居するすべてのテナントで使えるわけではなく、ダイソー、三井住友銀行等は使用不可となっている。以下に掲載する店舗以外は年中無休。北総線、成田スカイアクセス線、新京成線、 東武の打線の新鎌ヶ谷駅、東口駅前に立地する。北総線、新京成線の改札口からは、徒歩2分、東武の打線の改札口からは、徒歩1分である。北総線、新京成線利用の場合でも、東武の打線のコンコースを抜けることとなる。アクロスモール新鎌ヶ谷周辺地図駅前ロータリーに、バス停が設置されており、これらの路線バスを使うことも可能である。 詳細は、新鎌ヶ谷駅バス路線の項を参照のこと。なお、千葉ニュータウン、成田方面からの国道464号線は、近くの鎌ヶ谷市消防本部鎌ヶ谷消防署前までは、上下線一方通行となるため注意が必要である。ネッツトヨタの交差点を曲がり、北側及び、西側から駐車場へ入場できる。ただし、 鎌ケ谷市役所方面から西側駐車場入り口には入場できない。駐車場は平面、屋上合わせ約700台が駐車可能で利用時間は7時30分24時。入庫後3時間まで無料であり、その後は30分ごとに100円ずつ加算となる。駐車場はパーク24経営のコインパーキングタイムズブランド。駐輪場は 約400台分を確保している。1階西側に位置する三井、住友銀行鎌ヶ谷支店入り口は木周辺から、1階西駐車場入り口から駐車場へのアプローチ部分にかけて、及び1階東側国道464号線、ネッツトヨタ付近から入れる。特に、1階西駐車場へのアプローチ部分では、屋内駐輪場となる。 雨雪が降る際は、そちらに止めると便利である。ありがとうございます。